る瞬間をショップチャンネル。午後のティータイムのお時間、皆様いかがお過ごしでしょうか。ここからの10分間、お茶行こうをお届けさせていただきます。担当はキャスト青戸めぐみと申します。そして今日はですね、相棒がやってきてくれました。なんとですね、今日特別に出演しておりますファッション雑貨の妖精ナノちゃんにアシスタントとしてお手伝いしてもらいます。ナノちゃん、よろしくお願いします。イエーイ。さあ、ということで、ナノちゃんはカバンと靴、ファッションが大好きだって聞いてますけど、大好き。あ、大好きだそうです。でもナノちゃん、今日洋服どうした？だだちょっとパンツしか履いてないですね。あ、ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいね。でもこのパンツは実はトリンプさんに作っていただいた高級品だと伺ってます。ちょっと一級品をつけてるのね。いいですね、ありがとうございます。今日服がいっぱい出てくるので何か買えたらいいね。あ、何かくれって。うん、なのちゃんは靴やバッグ帽子も気になってるなの。青戸キャストの気になる商品知りたいなの。ありがとうございます。今日はですね、ファッション雑貨デーということでいろんなものが、ね、ちょっと戻っておいで、出てきますので。今日はですね、ちょっと私この後紹介する商品をちょっとちらっと着てたりするんですが、こちらですね、日本製の生地を使った5000ニットの生地を使ったニットを着ておりますので、ちょっとこれ気になってます。この後ご紹介させていただきます。わー、ありがとう、拍手してもらってありがとうございます。で、なのちゃんは私昔会ったことがあるようなないようななんですが、チャームポイントとかってあるの？あ、目キラキラなお目目。あら、いいですね、かわいい。なのちゃんは女の子なの？あ、性別はわからないのね。性別わからない、妖精だからね。妖精、この後出てくるムーミンもね、ちょっと妖精だったりしますから性別わからないもんね。で、さらに尻尾かわいいじゃん。尻尾かわいいですね。なのちゃん、尻尾で何でもつかめるって聞いたんだけども、本当？わからない、わかちょっとわからないね。いや、ごめんね。ところで、なのちゃんはなんでなのちゃんって名前なの？わからない。大体わからないね。大体わからないことが多いね。ありがとう、音楽に乗ってくれて。では今日はいろいろお手伝いしていただこうと思います。あ、でここでもうすでにメッセージもいただいてる。ちょっと今日の今週のテーマ投稿を発表する前にちょっとメッセージ先に行きますか。メッセージ、あ、では先に投稿テーマを行けということですので、投稿テーマ、ありがとうお手伝い、まもなく秋市、気になる商品を教えてくださいっていうのが今週のテーマです。で、ジャスミン様がナノちゃんかわいい大好きなのですって。ありがとう、嬉しいね。ナノっていうのが実は語尾だからナノちゃんだっていう情報も一部入手してます。あ、ありがとうナノ、これからもよろしくナノと。イク様からナノちゃんかわいいパンツお似合いですですって。ありがとうございます。ではですね、今日はちょっともう早速メッセージいただいてますが、 QR コードがありますから、うら、一言メッセージ、ナノちゃんへの質問だったりとかリアクションもお待ちしてます。で、下はピンクの方は投稿を募集中ですので、こちら投稿テーマに沿った投稿お待ちしております。で、皆様には投稿を採用された方にはステッカーお届けいたします。お茶、投稿テーマを投稿していただいて、テーマが採用されたらこちら金の方をお届けいたします。では早速なんですが、ヤスミン様、ナノちゃんはじめまして、深夜に見ましたよ、かわいいですね。さて、私が気になっているのは牛タンシチューとお肉です。いいですね。特にお肉はすき焼きかしゃぶしゃぶにして食べたい。おいしそう。なのちゃん、これからもよろしくねということでいただきました。お肉で注目になっている方多いんですよ。お肉ね、あと牛タン、ぜひこちら買ってみてください。で、なのちゃん、ヤスミン様に、お、ヤスミン様、おいしいものたくさん知ってるなの、なのちゃんも食べたいなの。あ、いいですね。なのちゃんはリスっぽいんだけど肉が食べられるんだね。
肉食べられる、ね、お肉食べられる、木の実じゃなくて肉も食べられるよと。安井様ありがとうございます。では続いてラムレーズン様からいただきました。ナノちゃん、アラジンのトースターが気になるよと。家電をブラックで統一しているのですごく気になりました。なかなかブラックのトースターはないし、その上アラジンだなんて、これで一層統一感が出そうです、なんてお声いただきました。そうなんですよ、2日の朝6時に出てくるんですね。あの、私もブラック初めて見ましたよ。あのアラジンといえばのちょっとグリーン系だったりとか白が多い中で限定生産カラーですって。これはちょっと必見ですね。ありがとうございます。では続いてこちら、ジロコ様から、今日は動くぞという時、少し疲れてるかなの時、夜勤でもう一頑張りの時、あると安心して過ごせるパワーサチバミユーロ。ショップチャンネルでは複数のサプリメントを類購入していろんなタイミングで飲んでますが、こちらは販売される機会が少ないので逃さずゲットしたいですということで、ありがとうございます。ジロコ様、あのお目が高い、おっしゃる通り、あのバイヤーも申しておりました、パワーサチバミンはあのこれですね、イベントにしか出てこないんだそうです。なかなかね、なのであの今回ですね、こちら増量セットになってますから、ぜひゲットなさってください。ちょっと今年の夏はね、暑かったですから、あのスタミナ取ってください。ありがとうございます。では続いてこちら、ミラノ様、サンナチュラルズマグナムサイズのサングリーンローションです。使用感が最高なのはもちろんですが、大容量 300ml のマグナムボトルが2本届いた時のウキウキ感、使い切った時の達成感がやみつきなんです。お得な時を見逃さないようにしています。秋一楽しみですってお声いただいております。ありがとうございます。今ちょっとナノちゃんがあのスタッフのあの頭に手を置いて休んでますけれど、ちょっと何でしょう、大丈夫、疲れた、ちょっとね、10分間ね、あ、元気、全然映ってない、全然映ってないのよ、なのちゃん、あの映ってないんですよ。ちょっとね、向こうの方でダンスしてくれています。ありがとうございます。皆様メッセージありがとうございました。では続いてラストですか、ジュンジュン様、ショップチャンネルにハマるきっかけになったチェンジの商品です。毎月チェックし録画してみてます。お茶以降を楽しく拝見しています。好きなキャストが増えました。キャスト目当てに番組を見ていたら、少しずつお気に入りブランド商品が増えてきていますということで、ありがとうございます。チェンジからはですね、金のオールインワン等も出てきますので、これはですね、必見かなと思います。なくなる前にぜひジュンジュン様ゲットなさってくださいね。ありがとうございます。では、ここでですね、ショップチャンネル大阪でのお買い物が大変お得になるフリップですということで、ちょっとですね、ののちゃん、あ、ちょっと戻ってきてもらって、そこのフリップが持てるかしら、持てるかしら、お手伝いを、ありがとう、ありがとうございます。大丈夫、ちょっとね、手がね上のフリップ、お買い物が大変お得になるお知らせです。本日、8月30日までですね、明日までですかね、の期間中、ショップチャンネル大阪で会計時にお茶見てきたよとお伝えいただくと、アウトレット 10% オフになるキャンペーンを実施いたします。ショップチャンネル大阪でのお買い物の時はお茶見てきたよをお忘れなく。でさらになんですが、明日のキャストめくれるかしら、なのちゃん、ちょっとじゃあお手伝いしようか、ちょっと、はい、じゃあちょっとね、はい、ありがとう、ありがとう、はい、明日のキャスト青戸でした。私が明日もね、担当させていただきますので、お付き合いいただければなと思います。いや、なのちゃん、あ、なのちゃんかわいい様からメッセージですよ。なのちゃん、素敵な高級パーツだったんですね。キラキラお目目の妖精ちゃん、万能尻尾もかわいい。いや、いいですね、尻尾でね、掴めるっていうのが本当だったらね、いろいろ掴んでもらいたいんですけどね。ね、妖精、この後、なのちゃん、この後はあの何時に出てくるんですか。10時かな、ダイジェストのお時間に22時に出てくれるそうです。この後私の時間にも出てきてほしいけど、どうかな、無理かな、わからない、わからない。では午後も秋市大感謝ショップスターバリューデーパート1、今年の秋市はお得がいっぱい、初の2日間、9月1日をお楽しみに。